どうぞ。あ、見たことある。おお、すごいね。すごいね、ポンちゃんすごいね。すごいでしょ。おお、友達なんだから対戦もしたいよね。俺は対戦もしたい。僕たち勝利しましたー。カネチットとほんでカネゴンチャンネル、イエーイ。スペシャルゲストが来るんでしょ。来るのよ。おう、めちゃくちゃすごいゲスト。マジ。じゃあ呼んでいい？いやいやいや、もういるの？いる。じゃあ俺呼んでくるわ。うん。誰だ？誰？いい？どうぞ。あ、見たことある。おお。めちゃくちゃあるでしょ。めっちゃ見たことある。西川プロ。はい。西川俊一郎プロです。おお、すげえ。ポンちゃんすごいね。すごいでしょ。う、友達なんだから。おえ。友達なんだから。すげえ。そうだよ。で、カネチットと言います。あ、よろしくお願いします。西川俊一郎と申します。これ知ってるもん。めっちゃ。うん、すごい。だって映像とかも見てます。あるな。普段なんて呼ばれてるんですか。普段はダーツの人からは、はい、葉っぱっていうふうに。葉っぱ。はい。葉っぱ。葉っぱ。ちょっと待って。危ない、やば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 い匂いがしてきたんだけど、大丈夫？なんで、あんま聞かない方がいい。やばいぞ。俺らも聞いてない。ダーツ界の三大タブーみたいな。そんなにトップに入る。チーぐらいの時、はい、昔、弾き語りで路上ライブ。そうなんだ。その時に、葉っぱっていう名前でやってたんですよ。それ全然俺も知らない。なるほどね。ちょうどダーツを始めたので、はい、そのまま流れてます。それがその、あ、じゃあもう芸名みたいなもんですね。そうですね。はい、レーティングってどのぐらいなんですか。まあ17。17。はい。17。それレーティングってさ、みんな17か18でしょ。あ、ほとんどの人はそういう、はい、トッププレイヤーはそんぐらいなんですね。カネチット知ってます。知ってます。マジで？ちょっと待って。おい、おい。有名になってるんですよ、それだけ。違う違う。でも俺連絡したら知らないんですよ。どっちですか。知ってますよ、しかも元々。嬉しい。元々がどっかや、元々どっか。でも結構前から多分知ってますよ。本当？はい。どんぐらい前？でも1年以上は。めちゃめちゃ知っとるやん。知ってた。おい。おい。じゃあむしろ俺より先に知ってるかもしれない。選手会みたいなのでジャパンで、はい、選手の中で会が。こうあるのよ。副会長をやるみたいな、はい、だよね、SNS で言ってて、はい、でそれで、あ、そんなのあるんだ、俺もそんな知らなくて、うん、選手会の副会長とりあえず、はい、選手会って何ですか。なん選手会っていうのは、まあ、うん、いわゆる、まあ、例えば企業とか組合とか、あ、はい、労働組合的な、うんうん、それと、まあ、選手バージョンみたいなもので、はい、結構その運営ですとか、はい、主催してる団体の方に対して、うん、まあ、一個人で選手として声を上げてもなかなか届かなかったりするんですけども、うんうんうん、まあ、それを選手会として、うん、例えばそのいろんな意見をまとめて、うん、これが選手の総意ですよっていうような形で、うん、対等な立場で、まあ、意見を入れる、まあ、それでより良くしていくっていうのが、まあ、第一の目的ではあるんです。なるほど。あれ、それ、まあ、私がなる前からもともと選手会っていうのがあったんですけど、うん、途中で一旦こう一新するっていうタイミングが、うん、まあ、2020年、まあ、ちょっとその年はコロナでできなかったんですけど、始まるタイミングで、まあ、こう決まれて、まあ、じゃあやりますって感じで。活動のために予算とかってどうしてるんですか。まあ、そうですね、毎年選手から1年間で700円、はいはいはい、更新するのに700円なんだ、毎回、1年で700円をみんなとはから集める、みんなのために。そうですね、まあ、やってるから。って待って、ジャパンの選手って何人ぐらいいるんですか。何人？1000人は超えてる。余裕出るよね。あ、そう、女子も入れればもう1000何百人ぐらいかな。何の仕事されてるんですか。昼間は会社員、はい、会社員なんですけど、ちょっと、はい、会社ちょっと有名なんて、あんまちょっと言えない。超有名だよね。そう、めちゃくちゃ有名だよ。ダメだよ。絶対言わないんだよ、教えてもね。絶対ですよ。言うやろ。ちょっと言うな。やば。言うな。絶対言う。マジで。全カットだよ、全カット。やば。仕事をやりながらダーツを
やってるんですよね。すごいよ、それトッププレイヤーなんだ、ね、サラリーマンやりながらダーツプレイヤーってるみたいな、はい、その両立というか、そういうのができてるんですか、はい、できてますね。すごい、めっちゃ面白いと思う。環境が今恵まれている人たちで、そんなにこう遅くまで仕事にしてない。はいはい、土日は試合出れるでしょ。でも、まあ、すごい休みが結構自由に。仕事でもある程度立場がないと無理だと思う。そんなの。一日どのぐらいの時間練習とかしてるんですか。そうですね。普通に投げない日もあったりはするんですけど、まあ、投げる日だと、まあ、3、4時間ぐらい。練習方法だったりメニューとかってなんかどういった内容なんですか。まあ、特段私は今練習方法、まあ、メニューみたいなの決めてなくて、まあ、大体行くお店ってのスポンサーのお店が多いので、はいはい、まあ、カウントアップして、まあ、来るとお店まで宣伝出してから、カウントアップ宣伝出してから、その日の感覚にもよったりするので、大体1時間くらいですけど、ただあのその時にお客さんがいたりとか、練習相手みたいなのをすると、そしてやらないで今すぐ入っちゃったり。そうね、なるほど。じゃあ楽しみながら、そうね、その自分にストイックにっていうよりも、いや、今みたいに相手してくれるんだもん、ね、うんうん、ちなみにさっきのその大手企業ダメだよ、マジでダメだよ。の社員さんはダーツプロっていうの知ってるんですか。知ってます、知ってます。あ、知ってるんですか。あ、そうだ、いいよね、ただそれで、うん、はい、あ、じゃあもうみんな知ってる中でそれに協力的というか、うん、そうですよ、この遠征行くので今日休みます、はい、めちゃくちゃいいよってきて、そんな会社ない、そんな会社ないよないよないよ。これね、聞きたい人結構いると思うんですけど、はい、調子が悪い時、要は普段よりも調子悪い、なぜか入んないとか、うんうん、何かそういう時の対策って何かあります。引き出しがいっぱいあります。やば、え、本当に、はい、ダメな時のあんの。あります、あります。さあ、なかった俺、全然2個くらいしかなかったわ。なんだろう、こうしたら良くなったっていう、それはもうでもいろんな経験を積んで、そのダメな時にその日に少し良くなったっていう経験をいっぱい引き出しに入れておいて、いい、こうしたら解決した、こうしたら解決したっていう、うん、それを試合中なんでしょ。やりません、ね、すごい試合中やりません、試合中なんだもん、これはすごい。ダメダメ、おいおい開いてないね今日ね、いろいろ西川俊一郎プロに、質問に答えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。また、次、この後、はい、対戦もしたいよね、俺は対戦もしたい。やりましょう、ダンスもしましょう。しゃー、ありがとうございます西川と新一郎プロとビッグブルー対決です。出るやりましょう。ちょっと相方のカネキットが死んでるんで俺がやります。めちゃくちゃうまいんだけどめちゃくちゃ全部美味しい。めっちゃギリギリ負けました
まあね、次カネチットも入って、ちょっとカネチットと入れるのカネチットゴンペアでやりたいと思いますので、よろしくお願いします。カネチットかお前何やってるの。よくないよカネチット。カネチット、どういう心境。じゃあゴン・カネチットペア対完全に寝ぼけて西川俊一郎シングルで、インブルに入った本数勝負。当てろ。めちゃくちゃうまい。持ってるな。ゴンさん持ってるな。それはちょっとさちゃいますや。さっき勝たなかった方が良かった。さっき勝たなかった方が良かったかもしれないですね。いくそれ。いきなり日本とかも。いや。寝起き一発目はもう押さなければいいね。なんで1段目から4本出してんのこれ。4本差えぐいってこれ。なんで日本エースが左に起きて。はい、合計だよ合計。最初にやられたとてこの後も入ったら先にな。もう一発ぐらい。ということで、僕たち勝利しましたー。
ご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。バイチー。北千住のこちらアルバだね。柴田圭介プロがいるということで。